皆さんこんにちは、ゆっくりです。こんにちは、クレハです。ファイアーエムブレム覚醒ルナティックでプレイパート9を始めていくよ。今回も短いけど一挙よろしくお願いします。今回は本編ではなく外伝をやるよ。続けて本編を見たい人は次の動画を見てね。あー、胸がドキドキする。そうだね、ドキドキするね。でもその前に支援会話を見るよ。え、ちょっと、お預け。クレハ、もう怒ってないのかお。もともと怒ってないわよ。そんな切れやすくないわよ。本の角で殴ったり、実家に帰るって騒いだりしてたくせによくよ。クロム、私気づいたの。うん、何をだお。クロムが私の胸に目が行くってことは、敵も同じなんじゃないかって。つまり、この胸で敵の注意を引きつければ戦闘も楽になるかなって。お前何考えてんの。胸で勝ってもお前避けないから無理だ。ってこの手もこんなんだ。アラフレーム。ああ、また失敗しちゃった。スミア、どうしたんだ。あ、クロム様。あつやき卵を作ってるのかお。どうやら私にはあつやき卵を作る才能がないみたいです。確かに、見た目はあまり美味しくなさそうだお。ですよね。何食べてるんですか。それ失敗作ですよ。うん、味もまずかった。クロム様のバカ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 、乙女心わかってない、やだしみたい。ってのは嘘だ。って、あれ、スミア？フレデリクさん、私あなたのスプリガシファを勉強しようと思いますの。どうしたんですか急に。あなたのこの、アリメに対する忠告心、恋人に対する無償の愛、どこの馬の骨かもわからない軍師に対する。いいですかマリアベルさん。はい、なんでしょうか。クロム様に対する忠告心はいいですが、その、恋人ってのは。はい、軍の中でも有名ですのよ。フレデリクさんが毎日ストーカーしてやっと結ばれ。あらやだ、まだ結ばれてませんでしたわね。ごめん遊ばせ。よーし、セーブしたから、マスタープルフ買っちゃうもんねー。まずは、前回手に入れたこの金塊を売っ払って、買っちゃうよ、買っちゃうよ。本当に買っちゃうよ。いい、買ってもいい、ダメって言われても買っちゃうよ。買っちゃったー、マスタープルフ買っちゃったよー。ヤフー。私、最初に使う人はクレハさんって決めてるの。あなたの初めてが私で。私、いい加減黙りなさいよ。え、喜んじゃダメなの？ダメじゃないけど、貴重な資金源なのに、後先考えずに使ったでしょ。で走り回らないの。子供かあんたは。え、だって嬉しくて。いいから話を進めるよ。はーい。外伝に、秘密の了承人。牛打ち、この世には神も仏もいないのか。どうした？何があったんだお。あ、クロム様だ。ちょうどいい。あっちに山賊がいるんですけど、アホみたいな通行料を取るせいで通れなくって。通行料？なんでも、某アイドルの総選挙で推しメンを1位にしたいから、投票権よこせや。って。今度はどんな設定だお。クレハ、どうする？うん、総選挙は大して興味ないから、さっさと倒してお手当ていただきましょう。さて、編成をしてくるよ。今回はこんな感じかな。まあ、あまりメンバーは変わり映えしないね。仕方ないね。ねえ、上司、なんだいハンサム、なんで俺たち同じ声を使われているんだろうね。なんでだろうね、俺たち美形だから。最近いいともでやってるおねめんコンテストに出れるんじゃないかな。間違いないね。あまりのイケメンおねえ具合に観客もびっくりだね。そしたら芸能界デビューもできて、総選挙に出てるあの子に近づけるかもね。それはすごい発見だね。応募しないとね。さて、やっていくよ。このマップで一番やらなきゃいけないことは、まずアンナさんの身柄の確保と、お家の訪問だよ。山賊が何体かお家を破壊しに全力で突撃していくから、山賊の退治をするか家を守るかのどちらかをしなくてはいけないよ。さらに、ハードモードまではまだいいけど、ルナティックではアンナさんが死ぬスピードもかなり速いよ。弓兵と魔術師がアンナさんを本気で殺しにかかってくるので、どんなに機動力のあるキャラを出しても、まずアンナさんが弓矢と山賊の攻撃で死ぬケースも出てくるよ。
さて、どう攻めるかというと、まず上の敵はお肉さんである程度殲滅してもらうよ。クレハタンは、アンナさんの援護に向かうので全力で右に移動するよ。攻撃した後はダメージを受けないように論空を使って剣に持ち替えさせるよ。クロムは、クリアにダブルして、そのまま右にいる魔術師を殲滅するよ。これをすると、アンナさんが死ぬ確率がかなり減ります。どれくらい減るかっていうと、そうだね、70% くらいは生存率上がるんじゃないかな。魔術師の命中率が高いのでまずアンナさんは避けられないし、ダメージもかなり痛いのでここで魔術師をせき止めれるかがポイントになると思うよ。お肉さんを左寄りに北上させているのは、弓兵に対応するためだよ。弓兵が右の方にいると、クリアを上手に北上させれなくなるので、少しでも危険性を減らすためにわざと配置してみました。あと、ロンクーたちの進行の妨げにならないようにもするためだね。2ターン目はクロムを全力で北上。北上させた時に速やと検事させておくよ。これができたらとりあえずはお家の安全は保証されます。クレハタンも全力で援護しに行くよ。途中の山賊は攻撃を与えていつでも倒せるようにしておきます。お家を破壊しに行く山賊は、どれだけこちらが射程に入っても攻撃してこないので無視していってもいいよ。リズが敵の射程圏内にいるけど、一発くらいなら耐えれるし、むしろ当たってくれた方がマリアベルの経験値になるので問題ないよ。今回はもっと時間があったらレベル上げしたかったんだけど、一定のターンが過ぎるかボスたちが攻めてきてしまうのでレベル上げは諦めたよ。全力でスミアを移動させたらクロムにチェンジして敵の殲滅を手伝うよ。ここで弓兵を倒せればアンナさんはほぼ 100% 死ぬことはないよ。クレハタンも一生懸命北上させるよ。アンナさんの身柄の確保とお家の安全の確保ができたらもうクリアしたも同然だね。敵は斧持ちばっかだから剣士は割と避けてくれるし、ボスも武器が怖いだけで大して強くないよね。だから喋ることあんまりないね。余談でも話そうか。今このパートの編集をしている時点で、パート15付近までの録画が終わってるんだけど、ちょっとだけクレハタンの成長率を見てみたよ。正しい計算方法がわからないから適当なんだけど、結果はこうなりました。成長率あるね。成長率が 70% を超えているのがヒットポイントしかないね。得意に設定してある魔法に至っては3割しかないね。まあ力よりは成長率いいからいいけど、なんか違うね。総じて嫌な予感しかしないよね。そんなことを話しててもまだ尺が余ってるね。まだ途中だけど、現時点でのクロムの成長率も見てみようか。なんだろう、これが主人公の成長率だと思うんだけど、認めたくないね。魔力を除けば、全体的にいい成長率だよね。苦手な魔法も 40% 超えしてるし。なんか、主人公って、なんだろう。ついでにフレデリクの成長率も認めて。全処します。全処しますからスタメンデーさせてください。中の人はあまり成長率を気にしないというか、時間をかけて転職しまくってステータスマックスにするのが好きだからあんまり気にしたことなかったんだけど、主人公ってこんな感じなの？違うと思います。まあでもこれはあくまでこの実況の成長率だから他の人がやるとまた違った成長率になると思うよ。とりあえずは、この微妙な成長率でも進めれるんだからいいじゃん。ほら、こいつのステータスでクリアできるんだから俺にもクリアできるはずって思えるよ。視聴者が？視聴者さんか。本当に？多分。まあそうなることを願おうかね。そんなことを話してたらあとはボスたちだけになったよ。あとちょっとだね。そういえば、盗賊以外にも使うキャラを決めたよ。本当？誰使うの？全員決まったわけじゃないんだけど、とりあえず3人。誰？気になる。まだ登場してないから名前は出さないけど、ピンク踊り子と、ナンパが下手な傭兵と、巨乳のアーシャーだよ。それ、名前がしてるようなもんじゃん。いやぁ、中の人にしてはうっかり忘れてたんだよね。何を？中の人は傷が好きだったってことだよ。それ、キズじゃないよね。ピンクの子はかなり純粋だよね。アーチャーだってただの二重人格だし。だってあの格好にあの性格、可愛くない？確かに可愛いけど、踊り子が好きってわけじゃないの？いや、踊り子はあんまり好きじゃないよ。断然盗賊が大好き。ドラゴンのあの子はどうするの？
使うの？あの子は考え中だよ。え、なんで、あの子の背中の空き具合か一気じゃん？うん、地図なんだけど加入が遅めなんだよねー。そこがネックよねー。あって行きたい気はするから使おうかなとは思ってる。お、そんなことを話してたらもうすぐだね。アンナさんとお家の安全を確保してからの攻略は簡単だったね。なんとかなけなしの知恵で他のメンバーに経験値を上げようとしてるね。そろそろクレハタンのレベルもマックスだからクラスチェンジも楽しみだね。本当にあそこでマスタープルフを変えたのはラッキーだったよ。これでクレハタンに無駄な経験値を上げずに済むからね。全く関係ないけど、テキストを売っている時にロン君の変換をひらがなにしたらなんか可愛かったよ。だからなんだって話だけど。FE あるあるってほどじゃないと思うけど、ちょっと前に聖戦の系譜を久々にやったんだよ。うん、それでアレクカの意思か忘れたけど、いつもの調子で2回攻撃をさせようと思ったらできなくてびっくりしたのね。あ、わかるそれ。素早さ明らかにこっちのが高いし、なんでって思ってたんだけど、あれに言わないとダメだったね。死んでから思い出したよ。あと、騎馬兵とかペガサスが攻撃した後余力で逃げてくんだよね。ヒットアンドアウェイっていう単語をすっかり忘れていたよ。同じ FE でも、少しずつ仕様が違うからどのシリーズやってても面白いよね。そうだね。あ、戦闘終わった。ステージクリア。勝手に盛り上がるなお。まあいいじゃない元気があって。むむむ、さっき助けたやつ行商人のアンナよ、よろしくね。助けたお礼に今度サービスなんて言いながら一回もしてもらえませんでしたとさ。ちゃんちゃん、次回クレハタンついに運命の出会いをお届けします。ではご視聴ありがとうございました。We'll be right back.